こんばんは、ワイズです。ニーヤレプリカント実況プレイ始めていきたいと思います。前回ロボット山で、兄弟のお兄さんが死んでしまって弟だけになってしまったっていう経緯を見て、話としても聞かされて、で、弟に、使えそうな武器をいただいたんだけれど、修理のために形状記憶合金というアイテムが必要っていう話をされたので、今からロボット山に入って形状記憶合金を取ってくるところです。トカゲ、ネズミかなんだけど、なんかお兄さんがどうなったかの部分についての描写がはっきり見せてないんだよね。まだ若かったであろうに、商売のため危険な場所にまで分け入ったようだ。なんか本当にお兄さんただ死んじゃっただけなのかなっていうのがちょっと怖いなっていうところがあって、なんか具体的にどうなってるっていうことについて浮かんでいるわけじゃないんだけれど、あ、地下2階行けるようになってる。なんかね、何かこの先ただ形状記憶合金を取るだけじゃない展開が待っているんじゃないかなっていうことを考えていたりする。弟のために自分の楽しみを後回しにして、兄はそれで幸せだったのか。そうだね、弟が笑ってくれたり喜んでくれるだけで幸せなんだ。それが兄ちゃんってやつ。そっか、自分もヨナがいたから兄の気持ちはすごいわかるんだ。ちょっと戦いづらくなってるのは気のせいか、このロボたち。あ、これ爆弾使ってなんやかんやするやつか。あ、その爆弾が当たってさっきダメージ受けてたのかな。なんか不自然に吹っ飛んだことがあった気がしたんだけれど、どうだろう。これでとりあえずこのフロアのロボは全員かな。あ、まだいた。まだ普通に来るね。 OK で行けるようになり、え、この爆弾って何のためにあったの。向かう先はこっちでいいんだよね。割と複雑だね、地形が。で、またあのリフトみたいなのに右下のところで乗りそうだけれど、一旦左側行きましょうか。左、地図で言うと上の方。何か鍵とか持っていかなきゃいけないかもしれないので、多分このリフト乗った先がゴールなんだとは思うんだけれど、こっち一旦行ってみましょう。あ、壊れていて開かないで、爆弾で怖そうにも爆弾が遠いから、じゃあいいのか、リフト乗っちゃうか。じゃあ後々来ることになるのかな、またこの地下2階は。エミール飛べて便利だよね。合わせて飛んでくれてるけれど、あれ、これだとターゲットできないのか。自分で狙う方向を調整しないといけないから割と難しいな。オッケー、オッケー、いいね。で、こっちも壊しいの、壊しいの。やべ、壊して間に合わない。壊して、はいはいはい、いいよいいよ。これは地下1階行った時とほとんど構造的に同じというか、ルートは同じだね。
か前回通ったルートの真下を通っているっていう形になりそうな気がする。さて、あ、なんか見えないところで結構倒せてる気配がする。 OK で、右上の方も行って、いいねいいね。あ、やっぱエミールの回復してくれるのありがたいね。ちょっと手が空くと勝手に回復してくれるからすごい戦いやすい。OK、 危ない、いける、いよいよ。これで終わりかな。うん、カメラ後ろからになりかけてるから多分終点だね。これこっから飛んで線路の上歩いたりできないのかな。あ、走れば加速するんだこれ、知らなかった。え、前回会って忘れてただけかもな。でもこの扉は壊れていて開かない。お、帰り、いつの間にここに。で、あー、ここの扉の先全部白くなってんな。なんでだ、ここでイベントがあるのか。違うんだ、こっから地図が切り分けられてると。で、ロボット山最深部が正面行って右行って左行った方だけど、それ以外の部分を一旦調べましょう。あ、ここ敵出るっぽいね。ですよね。あ、中ボス？あ、音楽変わる。あ、こいつじゃん。あの、お兄さんの後ろにいたやつ。弟はこいつをなんで、こいつにやられなかったの、なんでなんだろう。あの、手は失ってたみたいだから、それで命からがら逃げてきたみたいな、そういうことなのかな。なんかちょっと弟の雰囲気変わったのもね、気になるよね。なんかサイコパス感出てたもんね、発言にというか。ロボット滅ぼしてやるぐらいの勢いがあって。おっ、これで形状記憶合金手に入んだ。こいつが手に入る、こいつが持ってるんだ。こいつが手に入るじゃない。え、ちょっと待って、これで終わり？本当に？なんかあったりしない？この後。これ今多分戻ることはできなくなってんだよね。つまり倒した後に何かある可能性はまだあると。チタン合金、こいつ倒しの倒して、これで通れるようにな、あっ、危ない。通れるようになった謎のスイッチ手に入れた。あー、戻ることは一応できるんだ。もうちょっと先進んでみようか。なんかね、まあ言うたらすっきりしないよね。まだ何かこの奥に情報が眠ってるんじゃないだろうかっていう。ああ、でも弟に剣を直してもらった後でここにまた出直してくるんだよっていうんだったら、それはそれですごいわかるっちゃわかるけれど、どうなんだろうな。まあ、せっかくねここまで来たから、このダンジョンの奥までは行ってみていいのかなと思っていたりする。はい、というわけで、形状記憶合金を手に入れてからしばらくダンジョンの中歩き回ってみたんだけれど、特になんか追加でストーリーが進みそうなとか、なんか隠しストーリーがありそうな場所っていうのは見当たりませんでした。なので一回兄弟の家に戻りましょう。そっか、兄弟の家でもないんだよね、もう弟の家になっちゃってるんだ。
この素材を持ってるイコールお兄さんを追いかけていたロボットを倒したっていうことにはなるんだよね。これはいい素材ですね。早速武器の強化を行いますよ。わがままに付き合ってもらったので今回は無料でいいですよ。これはちょっと時間がかかりそうですね。完成したらお手紙で連絡させてもらいますよ。ありがとう、助かるよ。なるほど、ストーリーはここで一回止まるってことか。武器の修理には時間がかかるようだが、神話の森に続けていくか、ポポルに一回話聞きに行くかの二択。神話の森行ってみようか。神話の森に何かありそうだと言っていたな。あのやかましい連中の村か、気がめいるな。やかましかったかな。夢では苦労したけれど、さあ神話の森に行きましょう。ちょっと時間飛ばそうかな、スキップ。さあ神話の森に来ました。村長さんが話したいことがありそうだ。ああ、あなた方ですか。え？最近変わったこと？神の木から変な気配がするんですよね。変な気配？ええ。村の奥にある木ですよ。その妙な気配は調べたのか？いいえ。なぜ調べぬ？近寄ってはいけないことになっているので。なぜ近寄ってはいけないのだ？さあ、なぜかはよくわからないです。とにかく近寄ってはいけないんです。妙な話だ。よそ者もそうなのかな。別によそ者はいいか、というか言われてないからいいよね。お、なんかあるね。我は草であり、我は木であり、我は森である。こういう手合いが多いのか、最近は。この森ではね、特に。白も言えたぎりじゃないよ。我はこのような言葉で苔脅しをするような。待て、続きがあるようだ。全ての記憶を司る黒き存在。何時の望みし言葉を紡がん。望んだことを教えてくれるってことか。それはありがたいけど。急に来たな、またこれか。このパート来るか。なるほど。了解。どんぐらい長いんだろうな。黒、何もかも塗りつぶしたような漆黒。そこに言葉が散らばっている。優しい言葉、難しい言葉、甘い言葉。キラキラと光る宝石のように転がっている。残された言葉はあまりなかった。残された時間はもっと足りなかった。木は言葉をかき集めながら必死で空を見上げる。こんなはずじゃなかったのに、こんな予定はなかったのに。出せない声で木はつぶやいた。昔、木は世界のすべてを記憶していた。そのために生まれたから。日光の喜びに震えるように人々の記憶を集めることに喜びを感じていた。そう思うように感受性をデザインされていた。木は長く伸びた枝の先、その葉から記憶を回収していた。記憶の葉は世界を覆い尽くすほど巨大な網だった。葉脈には言葉が砕かれた光の粒となって流れ、
くまなく枝分かれした血管を通りながら記憶プールに流れ込む仕組みになっている。言葉はやがて群体となり、光の渦が球状の星になっていった。巨大な星は木にとって我が子と同じだった。例えばこんな記憶。病に倒れた子がいる。小さな小さな男の子。その腕は風が吹いただけで折れてしまいそうなほどに痩せ衰え、肌は洗いたてのシーツよりも白かった。医者たちはサジを投げ、両親は泣き惑うばかり。男の子は世界を諦めていた。倦怠感にも似た憎悪が心の底にはどっぷりと溜まっていた。何度かその黒いモヤモヤを吐き出してみようと思ったが、泣き暴れてもそのモヤモヤは消えることはなかった。医者も両親も恨んではいなかった。優しかったというよりは、体の痛みがひどすぎて他人への感情を持つことができなかったからだが、男の子には好きな子がいた。その子は日に焼けた肌と飛び色の目を持つ健康的な 女の子だった。自分にはない眩しさに磨けるような気持ちになる。だが男の子は女の子の顔を見ることができない。女の子に出会える喜びよりも、自らの醜さを呪う感情で男の子の心はいっぱいになっていた。やがて女の子が来なくなる日が来るだろう。毎日毎日その時が来るのを恐れながら暮らしていた。彼女とまともな会話を一つすることないまま、女の子はやがて来なくなった。男の子は一人で死んだ。木は記憶をすくい上げ、そっとしまい込む。ぶら下げるタグには千望と書いておいた。例えばこんな記憶。その女は戦士だった。赤い目のなんだかよくわからない敵と戦っていた。必死で切りつけると潮の柱になって死んでいった。潮の煙の向こうで新たな敵が立ち上がってくる。女はあまり頭の良い方ではなかった。ただ目の前に出てくる敵をひたすら叩き潰す仕事は楽しかった。女には娘がいたような記憶がある。いや、そう思っているだけなのかもしれない。子供がいたという夢を見ただけなのかもしれない。薬でぼやけた頭の片隅でそんなことを考えている。戦友は敵と戦ったり逃げたり食われたりしていた。33人の仲間は今では半分にまで減っていた。女の体が揺れている。最初は何で揺れているのかわからなかった。それが恐ろしく低い低音であることに気づいた時には、辺り一帯が真っ暗になっていた。見上げた女の目に映ったのは、空一面に広がる巨大な敵だった。女はいつの間にか笑っていた。血と泥の中で娘がいたはずの町が吹き飛ばされるその瞬間まで大声で笑っていた。その記憶は喪失というタグで大切に保管してある。他にもこんな話がある。空から落ちてきた赤い竜が、いや、この話はもうなくなってしまったっけ。お気に入りだったのに。ラベリングされた記憶が減っていることに気づいたのは、木が生まれて数百年経った時だった。数えきれないほどプールされていた記憶がいつの間にか減っている。記憶が減っても木は寂しいとは思わなかった。そう感じるようには命令を受けていない。ただ何かが欠けたような気持ちにはなった。あのたくさんあった記憶はどこに消えたのだろう。枝葉をいくら伸ばしてもなぜか新しい記憶も入ってくることはなくなっていた。
昔はなみなみと満たされたプールも今ではすっかり集めた記憶が抜け落ちて真っ暗な部屋に変わり果てている。木はやることがなかった。毎日床に転がる記憶の残りを見て回るくらいだった。だからその男たちが部屋に入ってきた時は嬉しく感じたくらいだ。なんだか陰気臭い部屋だな。ワイズたちが入った部屋には何もなかった。ただ床には水晶のような宝石が少しだけ散らばっているだけだった。ワイズたちがそれを覗き込むと以前に見たことがある風景が広がっていた。それは神話の森の村人が夢にとらわれていた場所だった。木はその様子を見ていた。申し訳ない、今それだけしか残っていないんだよ。そんなことを考えているうちに体の奥底から突然声が聞こえた。その声は男たちに聞けと伝えてきた。それは絶対だった。不意に男たちに聞かなくてはと思った。聞かなくては、おい見ろ。床から黒い影の塊が現れた。その表面の模様は魔物のそれとうり二つだった。魔物の手にはいくつもの宝石が握られていた。いや、手だけではなく口にもぎっしりと宝石が詰まっている。宝石にはいくつもの景色が浮かんでは消えている。下品なおもちゃのようだった。こやつ記憶を食う魔物のようだな。こいつらが？木は手を伸ばす。ワイズに触れるために。ワイズはためらうことなく魔物に歯を叩きつける。刃が腹を切り裂く。腹から記憶の宝石が散らばる。ああ、あれは断罪の記憶か。木は思う。これでいい。口を開けて言葉を形作ろうとしたが言葉が出ない。無理もない。なんせ千年ぶりに他人と喋るのだ。いそいそと声帯を作り話しかける。な、なんじら。日頭。宝石を吐き出す。もう一度、なんじら日頭。よし、失われた羨望の色は何色だったのか。ん？え？これまでの物語の中で話した話ってことか。飛び色。言葉、魔物に知性や感情があるのか。どうだっていい。ワイズの剣が右腕を叩き落とす。魔物は残された腕をワイズに伸ばした。触らなくては。彼に触らなくては。その指がワイズに触れた瞬間、木の指先に熱いものを感じた。指に、腕に、肩に、首に、そして全身に熱い何かが巡る。それは感情だった。劇的な情動のもたらす閃光に木は絶叫した。声帯を使うことも忘れ、音のない叫びを上げ続ける。たった一人で千年。木は壊れそうになっていた。木には感情が生まれてしまっていた。木だろうが何だろうが、千年も孤独に閉ざされれば魂の一つくらい生まれる。今までは気づかなかっただけだ。ただ心の扉に頑丈な鍵をかけられていただけだ。男は鍵だった。ここでこうやって解き放たれることは約束されていたことだった。暗い痛みの裏側で木は悟った。切られた腹が焼けるように痛み出す。だがまだだ。何時らにと赤い目と戦いし女の喪失の数は。こうだよね。半分が
って言ってたけど、その後に仲間全員やられちゃったんじゃないかな。半分16とか17だったらこっち選んでたかもしんないけど、半分とって言ってたから仲間全員と娘。くだらないザレ言ばかりうるさい。これ以上ごちゃごちゃ抜かす前に叩き切ってやる。切り裂かれた腹から何かがはみ出している。本があの鍵を奪えと叫んでいる。ああそうだ、これは鍵だ。青年の剣の動きは遅くなっている。周囲は時間伸長が発生し始めていた。急がなくては、次の言葉を聞かなくては。溢れ出す言葉は意味を認識することが困難になりつつあった。記憶のプールが割れ始めて、無限の黒が壁面に侵食を始めて、まずいぞ、この世界が崩壊する。血だらけの世界で崩壊もクソもあるか。なんち世界一番大切もの。ヨナはヨナだけど、これ空白の部分に何か埋まるっていうことじゃないよね。光が満たされていく。全ての記憶が消えた。木はその境界を失いつつあった。文字はゆっくりと消えていき、ワイズたちは現実世界へと引き戻されていく。すべてを終えた木はとても満足そうだった。これは、しかし魔物が思考するというのは初めて知ったな。どうでもいいさ、奴らが何を考えていようと、こんな面倒はもうごめんだ。あの木を倒したことでもう文字の世界に埋もれることもあるまい。時間が巻き戻りでもせぬ限りはな。ちょっとシロ君、フラグはやめてもらっていいですかね。十中八九何かで巻き戻るってことかな、これは。あー、鍵入手。記憶する木の鍵を手に入れた。一応村長に話聞く。さてどうする。ロボット山の弟から手紙が来ていないかチェックするか、ポポロに話を聞きに行く。チェックしちゃおうか。ロボット山の弟から手紙が来ていないか確認しに戻ろう。あ、なるほどね。一回家に帰るってことか。じゃあどうしようかな。ここで一回終わりにしましょう。ちょっとどういう区切りに編集できるかわからないんだけど、また朗読パートがあったので、一区切りここでしておいた方がいいと思うので、はい、そんな感じでいきたいと思います。次回は弟からもし手紙が来ていたらロボット山の方に行くことになるし、そうでなければポポルさんに追加の話を聞きに行くっていう感じになるかなと思います。そういえばロボット山の方でまだ鍵手に入れてないんだよね。弟が何かあの武器を作った後に展開があるのかなと思っていたりする。はい、そんな感じでありがとうございました。またよろしくお願いします。